こんばんは、楽する暮らしです。我が家のリビングで使っている椅子をインテリアと一緒に紹介します。我が家のリビングにある椅子はダイニングチェアが4つ、デスクチェアが1つ、ソファー代わりのリラックスチェアが2つ、マッサージシートを乗せている椅子が1つです。早速1つずつ紹介します。まずはダイニングチェアです。メインのダイニングチェアは IKEA のテオドレスとウニコのパイプ椅子を使っています。我が家の家具はオーク材のものが多いので、オーク材の色に近いものや合うと思った色のものを選んでいます。IKEA の椅子は座面と背もたれがプラスチックで足は金属です。シンプルな見た目で座りやすく、お値段も5000円と比較的安いです。長く使ってみて感じたデメリットは、座面と背もたれに静電気が発生しやすく、ホコリがつきやすいことです。猫の看板置きは結構大変です。ウニコの椅子は数年前にアウトレットで買ったもので、濃い茶色のパイプでできた足に暗めの木材でできた座面と背もたれがついています。IKEA の椅子よりも若干座面が低く、私にはこちらの高さの方が合っています。ウニコの椅子は少し木の色が暗いので、オーク材のダイニングテーブルには IKEA の椅子の方が合っていると思います。気分によって交換して使っています。どちらにも MTG のスタイルという座椅子を置いています。ウニコの椅子の方が座椅子との相性はいいと思いますが、グレーとの色合いはいまいちでした。本当は座椅子を追加する予定はなかったのですが、猫がこの座椅子で寝ていて座れないことが多いので、どうせならと2つ追加しました。そして座椅子以外に猫用の椅子があります。というのは半分冗談で、来客用としても使う椅子が2つ。一つは先ほど紹介した IKEA の椅子と同じもので、もう一つは夫が仕事部屋に買った椅子です。マルセル・プロイヤーのチェスカチェアのレプリカです。レプリカとは、衣装券の期限が切れた製品を他メーカーがオリジナルのデザインに近い形で復刻したものです。オリジナルよりも安く買えることが多いです。さまざまなレプリカ品がありますが、こちらが元のデザインに一番似ていたので購入しました。通気性が良く、座り心地、デザインもいいのですが、座椅子を置くのには向きませんでした。夫曰く、見た目に惚れて購入したものの、長時間座ると腰が痛くなってしまうようです。座面が広めで、頭が網状になっています。リビングで使うか手放すか検討していたところ、猫様のお気に召しました。足に猫用ハンモックもつけることができたので、猫兼来客用ということで置いています。それでも我々の座椅子は取られがちです。デスクチェアはダイニングでも使っているウニコのパイプ椅子です。無印良品の木材デスクも少し木の色が暗いので、このパイプ椅子がよく合います。座面の高さが低いので机に足が当たらず使えます。以前は机の高さを道具でかさ増ししていたのですが、ずれてきて外した時になくても不便を感じなかったので、そのまま使うようにしました。パソコン中は座椅子が必須で、座椅子との相性がいいこの椅子だと集中できます。
座椅子を置いているせいか、ちょっと座面が剥げてきました。続いてソファー代わりのリラックスチェアです。ニーチェア X のロッキングチェアです。座面は綿です。しっかり張っているので沈み込みもほとんどありません。肘掛けはビーチ材でものすごく滑らかです。本当はこの紐がついていて折りたたんで留めることができます。使わないときは畳んでおくこともできますが、我が家ではもっぱら置きっぱなしです。別売りのオットマンもありますが、最近はほとんど使っていなかったのでもっと使おうと思いました。足がカーブしているのでこんな感じで揺れます。2脚の間に無印良品のベンチを置いてサイドテーブルとして使っています。こちらを選んだ理由は見た目と移動しやすいことや掃除しやすいことなどです。約4年半使って初めて座面の布を洗ったら綺麗にはなりましたが、切りっぱなし部分がだいぶボロボロになってしまいました。そしてアイロンするのも忘れたのでシワが多いです。洗うときは気にかけることが多いです。忘れていましたが組み立てもなかなか大変でした。一脚5万5千円と大きな買い物でしたが後悔はしていません。大切に長く使おうと思います。最後はニーチェアと似たような形の椅子です。マッサージシートを乗せっぱなしにするために買いました。比較的低価格でマッサージシートの正規品の椅子に似ているため少し前に買いました。富士貿易リラックスチェア、つるっとした感触の固めのポリエステル生地で縦に線が入っています。座面も少し固めです。肘掛けはツルツルですがニーチェアの滑らかさには負けます。足はコの字になっています。座って体重が乗ると揺れやすいです。頭部分の布は折り返されています。実際にマッサージシートを乗せるとこんな感じです。ドクターエアのマッサージシートです。背もたれが斜めなので後ろに体重がかかります。この場所をマッサージゾーンにしようと思いしまい込んでいたニューフットベルも設置しました。椅子の下にしまうスペースがあるのもいいです。背もたれの高さもシートに対してちょうどいいです。肘掛けとリモコンの幅はほとんど同じくらいなので両面テープをつけたマジックテープで固定しています。ただ揺れやすいので改良の余地ありです。チャンネル登録よろしくお願いします。